清水港線は、静岡県清水市の清水駅と同市内の三保駅とを結んでいた日本国有鉄道の鉄道路線である。1980年の日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法施行により、第一次特定地方交通線に指定され、貨物輸送の衰退もあり、1984年4月1日に全線が廃止され、バスに転換された。 1916年に東海道本線の貨物支線として一部区間が開業したが、1944年7月に見保まで延伸、同年12月に旅客営業を開始するのと同時に、東海道本線から分離独立し、清水港線という路線名が与えられた。旅客営業開始時から、旅客営業は貨物列車に客車を連結した混合列車によって行われた。 最盛期には一日数往復の旅客列車が走り、昭和30年代には国鉄一の黒字路線になったこともあった。しかしその後、モータリゼーションの影響によって衰退が始まり、赤字路線に転落。1972年以降は旅客列車が1日1往復という貨物専用路線を除いて、日本一旅客列車の運行本数の少ない鉄道路線となった。 末期の清水高専のダイヤは、清水発が8時10分、美保発が16時14分のみという通学用に特化したダイヤ設定だった。ただ、それでも競合するバスと比較して、通学定期の運賃が数分の1程度で済むことから、少なからぬ利用があった。また、バス側も道路線の特性を理解し、片道だけでもバスが利用できるように特別な通学用回数券を販売していた。 接続路線の事業者名は、清水高専廃止時のもの、前線静岡県清水市内に所在。かつて、フェルケール博物館屋外展示場に保存されていた、車両上述のようなタンク車などとの、過客混合編成の運行は、廃止時まで続いた。廃止時には、DD13 型ディーゼル機関車牽員のもと、静岡車両区清水発出所,所属のスハフ42系。 オハ47が竹5両が使用されていた。このうち、スハフ422184.2286、オハ472081の3両は廃止後、大井川鉄道2乗とされ、2020年現在も、現役で使用されている。一方、スハフ422105は、ともえ川口から、オリド館のフェルケール博物館屋外展示場で、オハ472080は、 天竜二俣駅にて生体保存されていたが、いずれも解体され現存しない。DD13 型も4両が名古屋臨海鉄道へと譲渡され、このうち2両は2012年までに廃車、解体されたが、306は2020年現在も現役で使用され、225も車体が苫小牧港開発 D5600 系、D5605 のものに交換されているものの、 現役である、見本触れ合い広場に保存されている車両清水港駅で使われたテルファークレーン、ありがとうございます。